直江兼続らは見事腕輪を手に入れた。同じ頃、連合軍本隊は陽動作戦を開始。見当違いな方向に進軍し、神の軍勢を引きつけた。服部半蔵と久野市は密かにその様子を観察。敵勢の動きから神の本拠地を割り出す。彼らは宝山城と共に手薄なその地へ乗り込んだ。目指すは龍禅の救出。彼を救い出せば趙雲をはじめとする職匠の呪縛は解かれる。三人は静かに闘志を燃やしていた。手薄とは言ってもいつもと比べてってだけで、それなりに防備はしっかりしてるにゃん。こりゃ龍禅さんを探すのは大変ですぜ。うん、分かってる。でも絶対諦めたりしないんで。はあ、この子って案外けなげ。お姉さん応援したくなっちゃうなんちて。まあ急がないと、アレスたちを抑えてる雪村様も危険だしね。ちゃちゃっと探しますか。あの娘が忍べるとも思えぬが、この人困難を極めそうだな。雪村様たちが敵主力を引きつけてくれてるんで、早いとこ龍禅さんを見つけちまいましょう。龍禅様は絶対助け出すんで。観察の悲しそうな顔はもう見たくないし。そんじゃ行きますか。敵に見つからないように。向き足、足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 足。敵の気配がまるで読めない。こりゃどうも似合うぜ。お任せを。やめてよ。敵の動き、影が下げる。会合の旦那、お願いします。足はこのお嬢さんと城内を回るんで。ちょっと聞きたいんだけど、龍禅様の居場所知ってたりしない？そのありやつ、侵入者か。なんで普通に話しかけるかな。ごまかせ。やった。やってみる。ごまかせ。やってみる。
まい。やっ、はい、何か落としてったみたいだけど、それって何？やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？助けに来てくださったか。信じて待った甲斐がありましたぞ。いやーなんか別の人助けちった。この先には聖祭様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。聖祭も龍電様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。あ、いたいた。参りましょう。ねえ、龍電様助けるために手を貸してくんない？参ります。龍電様、あなたたちは分かっていない。彼らがどれほど強いか、恐ろしいか。ご主君の命がかかってるし、簡単には乗れないか。こうなったらこっちも強いって分からせるしか。龍禅様を連れ戻せば超運殿も味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで。そうすればこっちの腕輪は5つ、勝機はこっちにあるってことでどうでしょう。あなたたちの力、そして状況は分かった。一緒に龍禅様を救って。龍禅様の居場所は分かってる。結界があって近づけない。結界か。あ、そういや、こんなの拾ったんすけど。そう、結界を解くために必要な鍵。いや、一つでは用を挟む。他も集める。総裁様、やはり連合軍の方へ。こうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして必ず龍禅様をお救いする。ねえ、観察観察って言ってるけど、どこがそんなにいいわけ？そりゃ超かっこよくて、超強くて、超優しくて、むしろいいとこしかないよ。それなら雪村様だって強いし優しいし、まあ足はただの忍びなんて関係ないっすけど。その感じ忘れないで。やむを得ません。私がお相手いたしましょう。あなた方の過去もよくわかりました。求めているものは義継様がお持ちのはずです。知れ。なぜそれを？でも今は信じるしかない。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者かしら。任を全うす。お任せを。せいやっ。まるで夢のような妙な気配。これも何かの技なのかしら。肝臓の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。足が助け立ちしますね。ここは手分けした方がよくない？結界解くやつ探すんで。現れたようだな。侵入者は撃退する。残念だ、そういう流れだ。ここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ？やっぱりすごいっすね。って呼んでいいですか？
相手じゃねえか。流れがそれだけのこと。流れっていうか結界を解くためにあんたの持ってるものが必要なんですけど。いざ、これも流れだ。になりません。私を疲れさせて、そうしてくれたらいいことを教えてあげる。こら、人のお城に勝手に入るなんて悪い子だね。お仕置きだよ。やっぱあのなんとか忍法の人か。そうじゃねえかって気がしてたけど。ねね忍法で気配を消してたけど、そろそろいいかな。さて、と忍びの技の見せ所だよ。ねね忍法分身の術。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン。侵入者だ。捕らえて、おねね様に報告せれば。ほら、キヨマさん、自分ばっかいい格好してんじゃねえぞ。なんか、うるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。キヨマさん、マサノリ、城に入り込んだ子を捕まえて。頑張った子はニコニコしてあげるからね。さあ、俺が捕まえる。待て、マサノリ、俺が行く。お願い。あんたかなり強くない？もしかして真の三国武装ってやつ？結界を解きたいのか。そういや、宗妃殿のお姉。
何か持ってたの？本当？いいこと聞いちゃったかも。よし。結界とか知らねえし。あ、お姉様が持ってたあれのことか。知れ、そう。これでまた一歩龍禅様に近づいた。知れ。すぐ楽にしてあげる。全力で参ります。あ、大変。あの子たちやられちゃったみたいだね。一度下がって手当てしてあげなくちゃ。どうぞごゆっくり。あっしらその隙に進ませてもらいますんで。何だろうこの梯子は。あ、ここにかければよくない？そう、ヒって人の奥さんがなんか持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っていると聞いた。体の動きも鈍い。約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるものは長江殿が持っている。ありがたいけどなんか大変そうなお姉さんだね。なんか落としたけど。ってこれ探してたやつじゃん。へえ、あんた意外とやるじゃん。通せません。私と彼らの美しい連携で撃退してみせましょう。こんな狭いとこに怪物連れ込むとかありえないし、超邪魔なんですけど。触りますわ。この私が簡単に膝をつくとでも。甘く見ないでいただけるかしら。うちの人のために思いっきり行くからね。人妻の迫力怖いにゃん。てかあれ持ってるのどっちなんだろう。わかりました。さあ、俺が相手をしてやるぜ。こいつは参ったにゃ。
も残念。私は何にも持ってないよ。トゲ持ってるのはあっちか。こうなっては仕方ありませんわね。聞かせてもらいますわ。おや、結界が解けるとは。助けてくれて感謝する。龍禅様、ご無事で何よりです。お救いできて本当によかった。私のために迷惑をかけてしまったな。趙雲たちにも苦しい思いをさせているようだ。これからは私も共に戦わせて、龍禅様をお守りするためにも。もちろん大歓迎ですぜ。そっちの実力は戦って十分分かってますし。任、無事に果たせたか。それじゃ急いで出発ってことで。みんながやられたら観作たちを取り戻せなくなっちゃうし。ああ、私が観作や趙雲たちを止めに行こう。龍光氏だ。仁の志を受け継いでいるぞ。隠された思い、果たしてみせる。良い結果を得られましたね。腕輪は無事見つかっただろうか。それに龍禅様、落ち着くがよい官兵。我らにできることは皆を信じて待つこと、そして敵の猛攻に耐えることだ。先ほどアレスたちが動いたとの報がありました。ここもすぐに敵に取り囲まれるでしょう。腕輪を持つふりをして本陣にこもる役は私に任せてくれ。その方がアテナやアレスも信じやすいだろう。ただ偽りだと知られれば本物の腕輪や龍禅殿が危ない。なるべく敵を近づけないでもらえると助かる。はい、お任せを。ペルセウス殿の安全は必ずお守りします。あの、私も戦わせてください。銀兵殿。兄上たちや趙雲殿と戦うのは確かに嫌です。でもみんなに任せて隠れているわけにはいきません。私だって兄上たちを助けるために頑張りたい。よく言った我が娘よ。ならば共に来るがよい。その覚悟、立派なものだ。はい、軍神の娘として力いっぱい頑張ります。あなたは淡々と敵を倒すのね。にゃはん、そりゃあお仕事ですから。で、そうおっしゃるあなたは聖斎さん。張飛さんの娘とは思えない冷徹なる戦士にして、やはり張飛さんに似ても似つかぬ美貌。すごい。適当な心のない言葉が泡のように湧いてくる。適当な言葉だからこそいくらでも出せるんです。真実の言葉なんてそう簡単に出しやしませんって。あなたはそういう人。わかった、覚えておく。淡々とそう言われるとそう思われていいのかって気も。でもまあそういう感じなんで、今後ともよろしく。秀太殿は
私と同じ苦労をしていると聞いた。主君の護衛と酒飲みの世話大変ね。それは違う。え、ごめんなさい、私すっかり勘違いをしていたみたい。いや、主君と酒飲みが同じだ。それは同一人物ということ？そうだ。そう、私よりよっぽど苦労しているのね。龍禅様がそうだったり、父上がそうだったりしたら手に負えない。だが俺が守る。私もあなたの境地に達したい。その迷いのなさ、とても羨ましいから。体得の子よ、そなたは随分と人を騙すのが得意なようだ。おや、何のことだろうか。私は凡夫ゆえよくわからぬのだが。者を装う凡人は多くいるが、その逆とは。体得もこれには気づいておらぬか。ふう、どうしたものか。サジ殿、できればその話を皆にしないでほしい。ほう、なぜそう申すのだ。私に期待をかけてくれる者たちに妙な希望を持たせては申し訳ない。この私は紛れもなく愚者、それは変わらぬのだ。うん、ならば今は見逃すとしよう。だがそなたの選ぶのは茨の道よ。共に進む者すべて無傷では済むまい。ああ、ご忠告感謝する。